くて君に伝えたくて、たった一言、好きですと伝えたくて伝えたくて、とにかく伝えたくて、震える右手で受話器を取った。受話器の向こうけれど、今度は三回目で君の声が聞こえた。びっくりして声が一瞬でなかった。だけどもう伝え、待ち続けるよ。だから愛して僕のことを、僕が